んどうも、霊夢です。マリサだぜ。今回はマジンガー Z 対デビルマンの続きを、やっていこうと思うのぜ。前回デイモン一族の妖獣たちを部下にした、ドクターヘルによって研究所が襲撃され、その際デビルマンとマジンガー Z が協力して戦うこととなり、それが縁となって共に戦っていくことを誓った。二大ヒーローが手を組めば、怖いものはないね。しかしここでドクターヘルも負けじと、一気に研究所を攻め落とそうと、全機怪獣軍団を投入してきた。すぐさまマジンガーが出撃していくと、体を車輪のように変形させて、バイアン S2 がいきなり襲いかかってきた。だがそれをうまくかわすと、ロケットパンチとミサイルによって、あっという間に破壊した。さすがマジンガー、強いね。ただ間髪入れずにトロス D7 が、頭部に生えた角でマジンガーを刺そうと、突進してくる。さらにゴーストアーム V10 は、ハンマーとなった腕のチェーンを伸ばして、マジンガーの腕を絡め取った。二体の強力な機械獣に挟まれて、マジンガーは身動きが取れなくなってしまう。しかも研究所の方には、空飛ぶ機械獣たちが空中からバリアーを破壊しようと、攻め立ててきた。さすがのマジンガーも、コウタ勢に無勢だと辛いねー。デビルビームそんなマジンガーのピンチを救いにデビルマンが現れ、研究所を襲っている、空の機械獣と戦ってくれるという。おお、いつもなら一人で何とかしなくちゃならないのに、デビルマンという頼もしい仲間がいるのはありがたいね。ということでデビルマンに空の方は任せ、まずは地上にいる、トロスとゴーストアームを同士打ちさせ、さらにチェーンで繋がったまま力任せに、二体同時に空中でぶん回して、投げ飛ばして倒した。さすがマジンガー、すごいパワーだね。だがまだまだ敵の攻撃は止むことはなく、今度はバリアス D5 の超音波攻撃がマジンガーを襲う。さらにその隙を狙って上空からは、シレイヌがパイルダーを狙って襲いかかってきた。さすがのマジンガーも、パイルダーやられたらまずい。そこで騎士改正と、ロケットパンチでバリアスを攻撃すると同時に、戻ってきたパンチで、シレイヌの顔面を殴って吹っ飛ばした。さすが容赦ない。それから今度はグリマスダブル5が、電磁鞭によってマジンガーを攻め立て、マグダス J3 がサワンの火炎放射で火炙りにして、さらに苦しめてくる。もはや物量の差でやりたい放題してくるねー。さらにまずいことに、空からはスカラルド B7 が、お腹から爆弾を降らして絶体絶命に追い込んでくる。そこで空中に攻撃可能な光子力ビームによって、スカラルドを迎撃し、地上にいる機械獣に墜落させて、同時に撃破した。おお、またも同士打ちで一気に撃破した。そして最後に残ったバリアス D5 を、ルストハリケーンでボロボロにし、そこへロケットパンチをぶち込んで、完全破壊した。これはエグいコンボだ。一方その頃、研究所を守るために戦ってくれているデビルマンは、デビルカッターとデビルアローで攻撃し、空飛ぶ機械獣、マンテス K9 を見事に撃破していた。さすがデビルマン。敵を倒して安心したのもつかの間、ヘッドホーク M3 が飛ばした鋭い矢が、デビルマンの足に突き刺さった。ああ、膝に矢を受けてしまった。攻撃を受けて、バランスを崩して落下していくところへ、さらにヘッドホークの翼のカッターで、腹部を切り裂かれ、完全に動けなくなったところを、シレイヌとブゴに捕まえられてしまった。なんてこった、あのデビルマンが、貼り付けにされ、あとは魔将軍残忍の、処刑を待つばかりとなってしまうデビルマン。そこで雲の上にいるデビルマンを助けに行くべく、いよいよ修理が完了した、ジェットスクランダーを発進させる。ついにジェットスクランダー来た。スクランダークロース!ぶっつけ本番であったが、初めてのスクランダークロスを成功させ、マジンガーは初めて空を飛ぶことができた。テレビ版に先行して、初めて映画で空を飛んだのよね。ジェットスクランダーで空を飛び、今まさにデビルマンにとどめを刺そうとした、マンテス K9 をミサイルで破壊した。さらにふわふわと飛んで軟体型の妖獣部を、ルストハリケーンで溶かして粉々にした。ルストハリケーンの突風なら、絶対に当たるし溶かすから、不定型な相手でも関係ないね。さすがマジンガー、悪となれば女性悪魔にも容赦ない。デビルマンを追い詰めたヘッドホークも、空という利点がなくなったため、ロケットパンチによって簡単に倒された。マジンガー Z 圧倒的すぎる。これであらかたの敵は倒したため、その隙にデビルマンも救出することができた。やったぜ。
最後に残った魔将軍3人は、魔人が相手は自分に任せろと息巻いて仕掛けてくるが、弱点と思われる胸の両目を、光子力ビームで焼かれてしまい、ひるんだところを両足を掴まれて、ジャイアントスイングで思いっきり投げ飛ばされ、ロケットパーン！結局魔人ガーになすすべなく、スクランダーカッターによって真っ二つにされて倒された。偉そうにしてたわりにいいところがなかったねー。これでいよいよ残ったのは、ドクターヘルとアシュラ男爵が乗る、飛行要塞ナバローン。後に登場する、飛行要塞グールに先立って建造された飛行母艦。なるほど、敵の母艦も映画先行登場だったのね。両翼には8門のミサイル発射管がついており、魔人ガーに向けて、ミサイルを連続発射していった。さらにナバローンの目のようなライトから、ビームを発射することができ、魔人ガーの口に似た、巨大な通気口のようなところからは、暴風を発生させることができる。なんか能力的に、ちょっと魔人ガーに似た武器を持ってるね。戦艦版魔人ガーみたいなナバローンは、やはりもちろん、ブレストファイアーのような熱線を発射することもできる。さすが映画のラスボスだけあって、なかなか多彩な能力持ってるね。だがそれでもマジンガーにダメージを与えるまでには至らず、動きが鈍いために、背後にまで回られてしまった。ブレストファイアー！ブレストファイアーの直撃を受けて、ナバローンはどんどん溶けていく。スパロボなら確実に幸運かけてもらって、ブレストファイアーしたいところだね。ブレストファイアーによって、完全にナバローンは航行不能になり、落ちていって海中へと沈んでいった。ああ、おいたわしドクターヘル、涙なくしてこの姿見られません。おかわいそうに。バカ者め！おのれマジンガーゼットめ、この恨み一生忘れぬぞ。いつかお前を必ず倒す。この二人のショートコントみたいなこのやりとり、すごい安心感を感じるね。マジンガー Z はとうとう空を飛んだな。見事だった。生かしていたぜ。それもみんな、君のおかげだよ、デビルマン。俺は、行くぜ。おっと待てよ。その体じゃ無理だ。デーモン一族は滅んだわけじゃない。俺は命の続く限り、奴らを倒さなければならないんだ。また会おうぜ。お別れか。よし、途中まで送っていこう。デビルウィング！デビルマン。デビルマンはまだいるわ。え？どこに？私たちの心の中に。心の中？そう、私たちの心の中に正義と勇気を持っていつまでも生き続けるんだわ。はぁ、すごいいいシーンなんだけど、なんかデビルマンが死んじゃったみたいな言い方してたね。まあデビルマンというアニメは終わってるからね。当時の子供たちの気持ちを代弁したんだろうな。あとこの映画が重要なのは、何よりこれ以降、作品の違うヒーロー同士が番組の垣根を越えて、タイという名でクロスオーバーできるようになったことだな。この形式は今現在も、東映作品などで使われ続けてるから、その流れを作った礎とも言える、超重要な映画だったよね。ということでその流れを組んだ、映画第2弾でもある、1974年7月25日公開の、マジンガー Z 対暗黒大将軍。大暗黒大将軍となっているが実際には戦わず、この映画のメインは、テレビ版最終回の先行バージョンといったところだな。なるほど、あのトラウマ必須の、テレビ最終回の先行か。この映画の物語の始まりは、ドクターヘルとの戦いが終わってから間もなくであり、そのため平和となって安心したのか、カブとコウジたちは昼間から踊って、平和を謳歌していた。さやかに至っては、一体誰がこんなところにカメラを置いたのか、バッチリパンチラアングルで踊り続けていた。ああダメダメ、エッチすぎます。だが時を同じくして、世界各国の主要都市を、ミケイネ帝国の戦闘従軍団の先発隊が襲撃していた。ミケイネ帝国、確かゴーゴン大公がいる組織だよね。そう、テレビシリーズ同様に、いよいよ本格的に動き出したということだな。そんなミケイネの戦闘獣たちが、いよいよ日本の東京へ侵攻してきたため、当然マジンガーは出撃していく。しかし戦闘獣バーディアンの誘いに乗ってしまい、戦闘獣スラバによって、海中へと引きずり込まれてしまった。いきなりの大ピンチ。マジンガーのいなくなった東京は、戦闘獣たちによってやりたい放題に、めちゃくちゃにされていった。マジンガーでもやはり、東京タワーは潰されるのか。
一刻も早く東京へ戻りたいマジンガーであったが戦闘銃は強く、いきなりスラバの両目ビームによって苦しめられる。形勢を逆転すべくロケットパンチを放つが、それも口で加えられてうまくかわされてしまう。もうロケットパンチが役に立ってない。だがここで隠し玉である、腕がなくても便利なドリルミサイルを発射。さすがに後半に追加された武装なだけはあり、その鋭いドリルミサイルが、戦闘銃の顔に突き刺さった。このむき出しの顔が最大の弱点なんだよね。ひるんだところへ高視力ビームを発射して、なんとか撃破することができた。急いで東京へと戻ると、そこはすでに火の海と化しており、東京タワーに巻きついたまま、戦闘銃ジャラガが待ち構えていた。めちゃくちゃでかい。ジャラガは口から溶解液を吐くことができ、超合金でできているジェットスクランダーの翼も、溶かされてしまった。これはやばい。だが先ほどの戦いで、敵のむき出しの顔が弱点だと知っているため、スクランダーカッターによって、ジャラガの首を切り落とした。すっげーえぐい。これでジャラガは倒したものの、バーディアンの突風攻撃によって墜落して、身動きが取れなくなるマジンガー。一方その頃戦闘銃弾手は、マジンガーのいない手薄となった研究所を強襲。下半身から巻き起こすハリケーンで、バリアーを簡単に破壊してしまった。さらに手荷物チャクラムで、研究所を一気に破壊していった。ちなみに声は、後に徹夜を演じるのだけ圭一さんだな。まさかグレートに乗る前に、戦闘銃を演じられてたとは。ボスボロットも必死に研究所を守ろうとするが、戦闘銃マモスドンの突進によって、大角で体を貫かれて早々にやられてしまった。ダイアナンエースはスカーレットビームによってダンテを迎撃するが、ビームはすべてすり抜けてしまう、得意な能力で効果がない。これは初見殺しレベルにずるい。ダンテに全くダメージを与えらず、放たれたチャクラムで胴体を真っ二つにされて、ダイアナンエースもあっけなくやられてしまった。やっぱりダイアナンエースは、いいところがないねー。これでもう完全に研究所を守ることができなくなり、ダンテたちによって研究所は、ひたすら破壊されていった。しかも研究所内に置いていった、兄への誕生日プレゼントを取りに行き、シローが大怪我の重傷を負ってしまった。これはテレビシリーズにはなかった展開。研究所が破壊されてる頃、戦闘従来ゴーンの、目から発せられる破壊光線にマジンガーは苦しめられていた。さらに腕が伸縮自在のクローになっており、腕を伸ばして、マジンガーの硬い胸の装甲を破壊しようとした。まるでズゴックみたいな攻撃だ。だがそれでも負けじとアイアンカッターを放って、やはり弱点である顔を二つとも、同時に切り落とし、とどめでブレストファイヤーを放って、ドロドロに溶かしてしまった。一切容赦なし。続けて散々苦しめられたバーディアネは、サザンクロスナイフを飛ばして顔面に突き刺し、最後は高視力ビームによって辛くも撃破し、なんとか勝利することができた。テレビと違って戦闘銃相手に、なんとか勝ててるだけマシだねー。ボロボロながらも地下は無事だった研究所へと戻ると、重傷であるシローは、すぐにでも輸血が必要な状態であった。そこで兄弟であるためか、血液型が同じな、兜工事から輸血することにした。まだおそらく戦いは続くというのに、なんと無茶を。しかしそのおかげもあって、シローはなんとか一命を取り留めることができた。だが安心したのもつかの間、カブトたちの目の前に謎の預言者が現れ、暗黒大将軍率いる七つの軍団が、さらに大軍を率いて攻めてくると告げる。なんなんだこの預言者は。その預言者の言う通り、暗黒大将軍の副官でもある十魔将軍が、マジンガーにとどめを刺そうと戦闘銃軍団を率いて接近していた。ただでさえ強いのに、またこんなにいっぱい。恐るべき力を持った戦闘銃軍団が近づいているにもかかわらず、マジンガーは、前回受けたダメージの修理が終わっていなかった。ボロボロすぎる。ドクターヘルを倒した差し物かぶと工事も、今回の戦いでは、死を覚悟して挑まなければならなかった。お父さん。正直に戦いが怖いと一人告白する人間らしいかぶと工事。無敵のマジンガーは傷つくし、操縦者も生身だからそりゃ怖いよね。しかしそれでもかすかに意識を取り戻したシローのため、そして人々を救うために、工事は最後まで戦う決意を固める。最終回特有にある、こういう決死の覚悟を持った悲痛な出撃、たまらないぜ。最後の出撃をしようとしたところへさやかがやってきて、彼女の手からシローが渡すはずだった、誕生日プレゼントが渡された。そして最愛の恋人であるさやかさんに見送られ、工事はパイルダーに乗り込んでいく。やっぱり最後はさやかさんだよな。
コクピットへ座ったコージが、シローの誕生日プレゼントを開けると、そこにはオルゴールが入っていた。改めて兄思いのシローへの感謝を述べると、いよいよ覚悟を決めて、ボロボロのマジンガーと共に出撃していく。ブレストファイヤーが破損したままだ。するといきなり容赦なく出待ちしていた、戦闘獣マモスドンが突進して襲いかかってきた。マジンガーもボロボロの、危機的状況による奇襲攻撃であったが、そこはさすがのカブトコージ、慌てることなく敵の体にしがみつくと、顔面に直接、ゼロ距離ブレストファイヤーを浴びせると、さすがにこれにはたまらず、マモスドンは溶けて死んだ。踏んできた戦いの場数が違うぜ。最初の敵を倒して勢いに乗ったまま、最後のスクランダークロスで空を飛んで、出撃していくマジンガーであったが、羽がボロボロで、見ていて痛々しいね。飛んだのは一瞬で、いきなりダンテのチャクラムによって肩翼が破壊されて、地面へと落下してしまった。するとそこで待ち構えていたのは、ジューマ将軍率いる、戦闘獣軍団の精鋭たちであった。めっちゃ強そう。実際にとんでもなく強く、マジンガーの放った光子力ビームをものともせずに、左目を破壊してきた。さらに空からは、戦闘獣オルピーが目からビームを放ち、戦闘獣バルマンが刀を振りかざして、次々と襲いかかってくる。多勢に無勢すぎる。戦闘獣グロスデンも、飛びかかると同時に赤い妖怪液を吐き、ジェットスクランダーの肩翼を溶かしていった。装甲を溶かしてくる相手は厄介だね。同じように装甲を溶かす妖怪液によって、胸のブレストファイヤー片方を、戦闘獣アルギモンに破壊されてしまった。しかも戦闘獣アルソスの持つ三つ股の槍、トライデントで足も一部破壊されて、思うように動けなくなってしまった。翼も足もやられて、もう逃げることすらできない。動けないならロケットパンチだ、ということで飛ばすが、ジューマ将軍の右手の悪霊顔によって、簡単に噛み砕かれてしまった。そんなおもちゃみたいなものでは未経年の戦闘獣に勝てはせん。こんなロボットと遊んでいる暇はない。叩き潰してしまえ。次々とまともに戦う力すら奪われ、あとは処刑とばかりに、ダンテがマジンガーの前に立ちはだかる。それでもまだ諦めないカブトコージは、ルストハリケーンで反撃するが、ダンテの巻き起こすハリケーンに、完全に押し負けてしまう。ダンテの攻撃によって、やられるのを待つばかりのマジンガーであったが、そこへボスボロットが、足にブースターをつけて助っ人に駆けつけた。カブト、勝手に来たわよ。うわまさかのボスボロットにやられるとは、すごい大金星だね。しかし戦闘獣はアダムの、巨大な釜によってケツを叩かれて、すぐさま研究所にまで戻されてしまった。普通に無事なのは、さすがの生存力だね。思わぬ助っ人のおかげでなんとかなったものの、敵はまだまだ大量にいるため、絶体絶命なのは変わらない。先ほどボスボロットを倒したワーダムは、目から赤い光線を放ってマジンガーを苦しめ、戦闘獣アルギモンの白妖怪液が、マジンガーの頭部を溶かし、ファイルダー部分をより剥き出し状態にしてしまった。危ない危ない、下手したら妖怪液で、ファイルダーごと溶かされるところだった。その剥き出し状態になったファイルダーごと、カブトコージを始末しようと、戦闘獣ブルンガの鋭い爪が、ガラスを破って襲いかかってきた。危ない、間一髪すぎる。パイロットであるコージ本人が、狙われたその隙を突かれ、アルソスが投げたトライデントによって、マジンガーが串刺しにされてしまった。身動きが取れなくなったところへ、ブルンガの角から電撃が放たれ、パイロットのコージごと苦しめられてしまう。うわぁ、電撃は防ぎようがないからやばい。マジンガー Z が倒れる。見殺しにはできん。ベンコンドル。預言者ってカブト建造だったの？そう、預言者の格好をしていたのは謎だが、もはや限界のマジンガーを見て、いよいよ剣徹夜の出撃を許可した。マジンゴー。俺は涙を流さない。ダラッタファイヤーオン。おお、グレートマジンガーがついに出撃したか。もはやなすすべなく、やられる寸前のマジンガーを救うべく、ついにその姿を、ミケイネの戦闘獣たちの前に現した。サンダーブレイク！まずは挨拶代わりとばかりにサンダーブレイクによって、アルギモンを撃破するグレートマジンガー。挨拶が強烈すぎる。
さらに空中を低飛行しつつ、ブレストバーンで戦闘従軍団に突っ込んでいく。すごい姿勢で撃ってるね。さらに空中で、戦闘銃オルピーを捕まえて、足で挟み込んで地面へと墜落させると、空中でプロレス技。サンダーブレーク！さすが戦闘のプロ、顔面に容赦なくサンダーブレークとは、やるぜ。グレート相手はさすがにヤバいと感じたのか、まずは確実に倒せるマジンガーを、狙い始める戦闘銃軍団。完全にグレートにビビってる。そんなマジンガーのピンチにこれを使えと、マジンガーブレードを投げ飛ばした。すると前方にいた戦闘銃ブルンガの顔面に突き刺さり、当然それで絶命した。剣を渡すと同時に戦闘銃一体を倒すとは、さすがの戦闘のプロすぎる。グレートから受け取ったマジンガーブレードによって、ギリギリでアルソスからの攻撃を、防ぐことができたマジンガー。その間にグレートは、ネーブルミサイルを戦闘銃バルマンの顔面に撃ち込んで、またも一体撃破していた。全部敵の顔面を狙って、確実に倒してくところもプロすぎる。隙をついて戦闘銃はアダムが、鋭い鎌でグレートを切り裂こうとするが、超合金ニュージェットでできている装甲なため、逆に鎌の方が折れてしまった。勝ってー。アトミックパンチ！もはや強すぎて笑うしかない。その頃アルソス相手に苦戦するマジンガーであったが、左目に弱点の顔があることに気づき、その部分にドリルミサイルを打ち込むことで、なんとか倒すことができた。やっぱ顔やられたら、意外とあっけなくやられてくのね。気づくと残った戦闘銃はグロスデン一体だけとなり、目からビームを放って、グレートを倒そうとするが、グレートブーメラン！グレートブーメランの威力エグすぎるー。これでいよいよ残ったのは、副官である十魔将軍だけとなったが、それでも負けじと、下半身のトカゲの口から炎を吐いてきた。だがグレート台風によって、あっさりとその炎を逆に跳ね返してしまった。十魔将軍でも、グレート相手にはほぼ無力なのか。マジンガーセット、流せたぜ。ブレストバーン！ブレストファイヤー！俺、だが世の誇る七つの軍団はびくともせん。これからお前と死を決してやる。ということでテレビの方だと、一方的にやられるだけのマジンガーだったけど、映画ではこのように最後まで戦って、一矢報いることができた。マジンガー Z のファンとしては、こちらの方がベストかもしれないね。戦いを終えて自らが、マジンガー Z の兄弟機であるグレートマジンガーだと名乗ると、そのまま颯爽と、飛び去っていってしまった。まだ今は自分の名前とか素性は、やっぱり話さないのね。二人が真の意味で開口を果たすのは、やはりグレートマジンガー本編のラストの方になるからな。まあそれまでは、お楽しみはとっておくって感じなのね。グレートマジンガー、お前はまさに偉大だ。それにしてもあれだけ強いロボットを、一体誰が作ったんだろう。ということでいろいろと謎を残しつつも、これでマジンガー Z の映画についての解説は終わるのぜ。わー、パチ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 。続きとなるグレートマジンガーについては、またいずれ特撮解説していった後に紹介したいと思うのぜ。ということで次回からはいよいよ、1973年特撮に突入ということで。次週から始まる新番組、仮面ライダー V3。ついに仮面ライダー3号 V3 が登場。仮面ライダー V3 の必殺技は何か。そして謎の軍団デストロンとは。ますます面白くなってきた怪奇アクションドラマの決定版。新番組仮面ライダー V3 をお楽しみに。